AKB48 の新曲「大声ダイヤモンド」の発売まで、はい、あと少しとなりました。おすごい。今回のですね、新曲にはなんと、はいはい、SKE48 から松井が大抜擢されました。おすごい。そこでこの期待のルーキー松井珠理奈ちゃんのプロフィールをちょこっとご紹介。平成9年3月8日生まれ。お父さんと一緒だ。え、お父さんと一緒。うちのお父さんと誕生日一緒だ。あ、誕生日。あ、なるほど。誕生日だったら別にそのコメントいらんよ。ね、うん、そう。ちなみにですね、この時もののけ姫が大ヒットしたんですね。その時に生まれたんですよ。この前。この前。そうやろ。ちなみにですね、この人大森めぐみさん、昭和58年8月25日生まれです。宇宙戦艦ヤマト完結編が大ヒットしてましたね。これは。ちなみにですね、松井の好きな食べ物はお母さんが作ったミートスパゲッティ。うわ、かわいいですね。小島春菜の好きな食べ物は寿司。こんなん習えないね、松井。ずっとスパゲッティが好きでおった。ずっとスパゲッティが好きでね。得意な楽器はリコーダーです。うわ、ちなみに篠田さんの特技はエアオカリナ。これ松井知らんやろ。知ってる？わかんない。わかんないよね。はい、こちらでございます。ありがとうございます。勉強になるやろ、いろいろと。はい、もうわかりました。そうやんな。